はい、どうも、ルルシュでございます。今日はですね、あるものを、購入したので、ちょっとね、紹介しながら、見ていきたいと思います。それがこちらでございます。じゃじゃーん。久々に私、Amazon を使いました。いつもね、結構楽天を使うことが多くて、なんですけど、久々に Amazon 使ったら届くのめっちゃ早くて、ビビりました。すごいですね。昨日頼んで今日届いたみたいな、そんな感じ、本当に。超絶早いで、今日、で私が頼んだのがヘッドセットなんです。PS4 を、ゲーム実況するときにヘッドセット1個あった方がいいなと思ったので、ちょっとねヘッドセットを買いました。こちらちょっと開けていきたいと思います。開け方、私の開け方やばいかな、これなんかすごい開け方しちゃったんだよ。すい、女はね大胆なぐらいがいいからね。おー、出たぜ、こちら。こちらがね、はい。ちょっとビニール剥がそうか。はい、じゃじゃーん。私が買ったヘッドセットはこちらなんですけども、キングストンというメーカーだったかなの、これ、なんて読むのこれ。ハイパーXクロード2でいいのかな。ごめんなさい。読み方間違ったら申し訳ないんですけども。で、いろいろ調べたんですよ。どんなヘッドセットがいいのかっていうので、で、ロジクールっていうメーカーかなのと迷ったんですけど、ちょっとね、こっちにしました。なんでこっちにしたかというと、まあ、値段も、ちょっとね、上の下の間、中ぐらいの値段で、で、マイクもね、この、風息の息遣いが分かりづらいこれがついてるし、で、デザインもね、ちょっと赤と黒の組み合わせ私好きでいいなと思ったので、ちょっと安易なねあれなんですけど買っちゃいました。ちょっと開けていきたいと思います。すい、ほっ、いいね、かっこいい、ストミーもかっこいいぞ。では開封、よし、じゃあオープン、チャラーン。おー、いいね、いいね。え、なんかまあ値段するだけあるね。ちょっとね、1万円ちょっとぐらいだったんですけど、まあ私こういうね、ヘッドホン、いわゆるヘッドホンみたいのを1万円以上の買ったことない。これはなんだ？これは、あ、付け替えのもついてる、ちゃんと。これは嬉しいぞ。わあ、私赤黒にしてよかったわ。ここガンメタのもあったんですけど、ガンメタと迷って、いや赤でよかった。で、赤もただの赤じゃなくて、わかるかな、ちょっとメタリックな感じ、ほらキラキラしてこういう感じ。ガンメタも多分ね、ちょっとここがね黒目に見えたんですけど、こういう感じで光ってる感じなんだろうね。かっこいい、いいね。で、これが着脱可能なマイクですね。これはここ動くのか、あ、動く、ちゃんと動く、もちろんだよね、いいね。これ私これね、いいなと思って、ちょっとマイクつけてみよう。あ、これ、あ、これなくせないね。ちょっとこれこうか、こう、こういうことね、こう、バッチグー、すごい、いやすごいね、密封感はあるんですよ。外のね、音がすごい遮断される感じはあるんですけど、そこまでギュッっていう風に強く締め付けがないので、これ長時間プレイいけそうな感じ。いいね、これ最高。うん、装着感は、100点。素晴らしい。見た目も私超好みだし、これはいい。皆さん、こういうさ、透明のこのフィルムみたいな剥がすタイプですか、みんな。私は剥がしちゃう人でーす。もう容赦なく剥がしていく、もうこういうの。えい。結構さ、綺麗好きの人とかさ、これずっと貼りっぱなしにするじゃん。私も剥がしちゃうから、もうガンガン剥がすから。うん。ちょっとせっかくなので実際にこれ使って、ちょっとゲームしてみたいと思います。今、聞いてるんですよ。十分、超綺麗。はい、というわけで今日は、ヘッドセットをね、初めて買ったので、その紹介をさせていただきました。これね、すごくいいと思います。装着感は抜群にいいです。で、音の違いは私他のヘッドセット使ったことがないのでわかんないんですけども、十分だと思います。もっと高いやつね、2万円とかするやつもあったんですけど、私はこれで十分でございます。はい。
ではね、今日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。では次の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ。